犬の匂いするかな。匂いする？はい。めっちゃ可愛い。どっから来たのかな。飼い犬？おいで。飼い犬かな。飼い犬っぽいな。可愛いよな。おいで。急にどっから来たん？え、ロブずっとそっからおったずっと。いやいや、急に現れたんすよ。え、なんかの使い？ついて行ってみる。え、なんかあるの？なんかある。ついて行こうか。これついて行ってみる。なめ太郎、そうそう、犬のやつとか考えてみる。はい。あの犬どこ行くのか。はい。ね、今やってきております。そうですね。ここは八頭。八頭寺というところにね。あ、いた、走った、走った、走った。あの犬がどこに行くのか。はいはい。豆太郎。なんか誘ってんだ。もしかしてあの犬？あの犬の人は犬に連れられて来てみましたんですけどっていう番組みたいになってます。ねえ。あ、おった。え、豆太郎。うわ、来た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 。嬉しがってね。豆太郎。来た。来た。おいで。豆ちゃん、カメラ好きなん？気になる？え？え？触らしてんじゃん。え？豆ちゃん。ビビリ来い。カモン。カモン。な。マミちゃん。そうか、頭良さそうやな。うん。この子に連れてきたなんか綺麗なもんがあった。本当だ。藤棚が綺麗だね、藤の花が。すごいいい香り。これすごいいい香り、この下。あ、そっち家。そっち家みたいな。マメちゃんの？うん。多分お寺のあれかな。マメちゃん。ああ、なんか、いや、急にファッとおったんで、マジよ。もうなんか、撮影してんのになんかもう。いいですよ、どんどんもう自由な感じで。漢字が難しすぎます。古代よりって、ね、山岳宗教の聖地として、まあ、山の上にあった宗教施設という。あ、こっちから入るんじゃないかな。ネットしてあるから。え？昔入れたんだけど ね、 多分ね、もうハイデラなんかな、こうやくん、うん、鳴らすの取られるんですよ。そうなんだ。まあなんか初詣とかも鳴らすからいいんだね。まあこんな感じで景色いいですよ。ちょっと雰囲気がジブリ的な。びっくりした。ここ人住んでる。何あれ。なんかこの感じに合わないです。うん。こういう店もいいもんですね。ね。ふわりたりきりや。ね。ああ、お兄ちゃん、これ上上がったらなんか怖そうですね。うん。ちょっと行ってみようか。うわぁ、またこの階段がさ、うわぁ、うわ、なんか匂い変わったぞ。あ、でもネットがしてあるって、これ以上行ってちょっと上まで行こうか、行けるとこまで、行けるとこまで。管理してないんだろうね。へぇ、雰囲気クソ悪いっすよ。なんか生ぬるくなったんですよ、ここだけ。そう、生ぬるい。今気づきました。生ぬるい。ここだけぬくいですよね。ぬくい。なんでなんですか、これ。これ
見てこの杉の木がめちゃめちゃでかい。あ、ほんま涼しくなった。でも寒い。うん。あそこだけ なんか暖かい。こもっとったね。こもったですね。いやもうついてませんよ。うん、あ、入ってる。ちょっと入ってる。こんにちは。人いんの？観光パンフレット。町の公民館的な感じですかね。そうだね。ここで情報っていうか。味出てますね、本当に。ねえ、この大事ですよ。残しておくべき。残していきたい。誰もさ、こういうところが本当にいいですね。うん。いうわけで。はい。ね、終わりが近づいてきました。もうマメちゃんいないですかね。ちょっと最後挨拶してまたあそこまで戻らないといい。いやでも良かったです。遠い、ね、遠いけどね、はい、ドライブがてら、はい、今日はゲイル君とのデートでしたね、はい、ありがとうございました今日、ね、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。